アレキサンダー・ウィーナー・ベルガーは、オーストリア・ハンガリー帝国出身の科学技術者で、ソ連の科学企業に19年間勤務した。ハリコフで働きながら撮った1932年から1933年の、ホロドモールに関する一連の写真は、当時のウクライナの人々の大量飢餓の証拠写真となっている。アレキサンダー・ウィーナー・ベルガーは1891年、ウィーンで、 本決の家系で生まれた。父がユダヤ人、母がチェコ人であったにもかかわらず、アレクサンダー自身は娘によると、自らをオーストリア人の無心論者であると考えていたという。1910年から1914年まで、彼はウィーン大学哲学部で学んだ。第一次世界大戦中はオーストリア・ハンガリー軍に動員され、ロシア軍との戦いに参加し、 1915年に捕虜となった。1917年にはモスクワへの移住を許可され、そこで友人たちと科学研究所を設立した。1919年秋、偽の書類を使ってソ連からエストニア経由でオーストリアに脱出しようとしたが失敗し、プスコフでチェーカーに逮捕された。スパイ行為で有罪判決を受けた。 彼は1920年代の大部分をモスクワのルビアンカ刑務所で過ごした。刑務所での習慣中、科学者としての彼の能力がソ連政府に評価され、外国人囚人を使用して生産に従事させた。ウィーナーベルガーは、ニスや塗料の生産のための技術者に任命され、後に爆発物製造工場で働いた。1927年、 バルトドイツ人のヨゼフィーネ・レニモイスと結婚したが、別れた。前妻は、娘のアンネ・マリー、息子のアレクサンダーと共に、エストニアに残った。1928年、週刊後初めて、ウィーンの親戚を訪れ、シュベヒャトの製造業者の娘、リリージ・ジマーマンと再婚した。モスクワに戻ると、彼の制限が解除され、妻はソ連に移住することができるようになった。 1931年、妻は一時的にウィーンに戻ることを許され、そこで娘、マーゴットを出産した。1930年代初頭、ウィーナーベルガー家はモスクワに住み、アレクサンダーは化学工場で働いていた。1932年にルブチャニに送られてプラスチック工場の技術部長になり、1933年にはハリコフで同等の職に就いた。 ウィーナーベルガーによるハリコフの空腹の少女の写真は、ホロドモールで最も有名な写真の一つである、当時のウクライナソビエット社会主義共和国の首都、ハリコフに住み、ウィーナーベルガーは大規模な基金を目撃し、NKVD による逮捕の恐れを感じつつ、街中の光景を撮影した。ハリコフ滞在中に、ホロドモール寺のハリコフの街を約100枚ほど、 密かに写真撮影した。彼の写真には、食料を品店に並ぶ空腹の人々の列、飢えた子供たち、ハリコフの街中でガ死した人々の遺体、大量の合死者の墓などが写っている。この技術者は、ドイツのライカカメラを使って写真を撮ったが、これは海外の友人から譲り受けたものと考えられる。百三十四年にオーストリアに向けて出発したウィーナーベルガーは、 オーストリア大使館の援助を得て、外交文書でネガを送った。オーストリアの外交官は、国境で所持品検査を受ける、可能性が高く、写真が発見された場合は、彼の命が危険なため、このような、慎重な措置を取るよう主張した。ウィーンに戻った後、テオドール・イニッツァー・スーキ卿に写真を手渡し、イニッツァー・スーキ卿は、国際委員会事務総長のエバルト・アンメンで及び、 国際連盟に写真を送った。1934年、オーストリアの祖国戦線は、ルースロンと BS ビクリッシュイストと題した小さな冊子に、ビーナーベルガーによる写真を掲載したが、出所明示はしなかった。ビーナーベルガーによる写真は、1935年に、エバルトンメンでの、ロシアは植えるべきかという本に掲載されたことで、初めて一般に公開された。 撮影者の安全を考慮して写真の出所は明示されなかった。1939年、オーストリアでソビエト連邦での生活についての回雇録を出版したが、その中の2つの章は、ホロドモールをテーマにした。写真は1942年に出版された回雇録にも含まれている。1944年、ウィーナーベルガーはロシア解放軍の連絡将校を務めた。 戦後、ソ連軍への転属を回避し、アメリカ占領区のザルツブルクで1955年に亡くなった。現在、ウィーナーベルガーの写真は他にも多くの作品で再出版されており、特にウィニペグのカナダ人権博物館に展示されている。ありがとうございます。